サー・エドワード・トマス・ダウンズは、イングランドの指揮者。オペラの専門家として知られ、テッドの愛称で親しまれた。2009年に、病に侵された夫人と共に、尊厳死を選ぶとして、国外で自殺あるいは心中を解け、イギリス国内で、大々的に報道された。1924年に、銀行の水筒係の息子として生まれる。14歳で学校を中退すると、 父親によって、勤めに出され、ガソリンスタンドで、週84ポンドを稼いでここをしのいだ。5歳からバイオリンとピアノを習っていたため、16歳で、奨学金を得て、バーミンガム大学に進み、英文学と音楽を専攻して、コーラングレーの演奏を始めた。アバディーン大学から2年間、カーネギー奨学金が得られたことで、指揮者としての修行がしやすくなり、 おかげで、王立音楽大学大学院課程を終了後に、ヘルマン・シェルヘンに支持することができた。コベントガーデン王立歌劇場との長期にわたる、実り豊かな関係は、ラファエル・クーベリックの助手に任命された1952年に、遡る。初仕事は、マリア・カラスのセリフ付けだった。コベントガーデン劇場には17年間にわたって、席を置き、 純音楽監督として1991年に退任した後も例年のように客演指揮者として舞台を踏んだ。コベントガーデンに少なくとも950回出演して49作のオペラを指揮している。その他に1970年にオーストラリア歌劇場の音楽監督に就任し、1973年にはシドニー歌劇場の落としを指揮した。 また、1983年に優退するまで、オランダ放送交響楽団の主席指揮者でもあった。世界中の主要なオーケストラと共演したが、中でも、BBC の残交響楽団との関係はとりわけ、長期に及び、主席客演指揮者として迎えられてから、主席指揮者に抜擢され、最終的には名誉指揮者に上り詰めた。ダウンズは、 ジョージ・ロイドの公共曲を擁護し、ピーター・マックス・ウェル・デイビスや、マルコム・アーノルドの作品を初演した。イギリス音楽以外に、ジュゼッペ・ベルディア、セルゲイ・プロコフィエフを擁護したことで知られている。プロコフィエフに対する情熱は、プロコフィエフの有名無名の楽曲を取り混ぜて、世界中で上演したことに現れている。1967年には、 リーズタウンホールにおいて演奏会形式で戦争と平和のイギリス初演を指揮した。1979年にはプロコフィエフの一幕オペラマッダレーナの楽器配置を完成させて最初の録音を指揮しており、1981年には舞台公演で世界初演も行っている。ダウンズが最初にベルディ作品を指揮したのは1953年に クーベリックがコベントガーデンの公園から身を知りいた時である。ダウンズはリハーサルなしでオテロを指揮して快感を覚え、それからイングランドにおけるベルディ復権を衝動した。ダウンズはベルディの全28作のオペラのうち25作を指揮しており、作曲者の没後100周年に向けて2001年までにオペラ全作を指揮するという案を思い描いていた。 かつてダウンズは、アルツイーラや、ツイタチだけの王様、シチリアの番頭を指揮した経験がないことを悔やんで、いると表明したことがある。また、次のように述べている。どうやら僕は、ベルディを個人的に理解したみたいだよ。彼は農民だった。片足を天国に、もう片足を地につけた人だった。というわけで、ベルディは、音楽を知り尽くした人たちから、 初めて音楽を聴こうとする人たちまで、あらゆる層の人々を魅了するというわけさ。ダウンズは、上記 BBC フィルと共に、A、シャンドストーのレーベルに、多くの録音を残した。上記、プロコフィエフやベルディ、イギリス音楽の他に、レーゴリとグリエールの公共曲やオットリーの、レスピーギの無名作品などの録音もある。 1955年にロイヤルバレエ団の踊り子だったジョーン・ウェストンと結婚。彼女は後に振付師やテレビ局のプロデューサーを務めている。息子のカラクタカスはミュージシャンと録音技師になり、娘ブーディカはビデオのプロデューサーになっている。致命的な病気というわけではないものの、長年ダウンズはだんだんと難聴になり、視力もほぼ失っていた。 人工股関節の手術の後で健康が衰えると、夫人に頼りっぱなしも同然であった。そこへもって、ダウンズ教夫人が末期の膵臓癌に侵されていて、病魔が肝臓にも転移しており、余命は数週間であることが明らかになった。ダウンズ夫人は身内に宛てた手紙の中で、治療に対する自分の決意を次のように打ち明けている。 しなければならなかった計画はすべて実行してきました。今は私は言っておかねばなりません。たとえもし、あとほんの少ししかこの世にいられないとしても死ぬことは全然怖くないのだと。自分は無宗教だし、自分に関する限り宗教は興味ありません。だからそのことをちょっと考えた人はもう心配しないでね。愉快で面白い人生でしたから。 何の後悔もありません。あとどれだけ生きられるかわからないけど、あなたたちとご家族みんなに愛を送ります。聖ある限り人生を楽しんでくださいね。愛情を込めて、ジョーン2009年7月10日にダウンズ夫妻はチューリヒの安楽死団体ディグニタスの宝女によって共に自ら命を絶った。二人の自殺は、 イギリスのマスメディアによって重大事として報道された。ジョーン夫人は我が子が立ち会うことを望んではいなかったが、ディグニタスはそれを奨励しており、テッドとジョーニーが時期が来たことを喜んでいたと報告した。子供たちは両親が深刻な健康の問題に苦しんでいたことを認める声明を発表した。発表された声明文によると、ダウンズは たとえ聴覚を失い、失明しても、生き続けることができたはずだが、末期がんに苦しむ妻に先立たれることを、本人は、望んでいなかったのだという。ありがとうございます。